一番目に HIV 患者の比率が高い地域である。本校ではモザンビークにおける HIV、AIDS について述べる。モザンビークは HIV、AIDS の深刻な流行に直面しているが、これらに対する社会的対応は未だ十分に行き届いてはいない。2005年には15歳から49歳までの 成人のうち HIV 感染の感染者が推定で16.1%にも達したとされる。この国における HIV の主要な感染経路は異性間の性交渉によるものである。その生理学的な構造の際から HIV 感染のリスクは男性よりも女性の方が高いため15歳から24歳の若い。 女性の HIV 感染率は10.7%と推測されるのに対し、同年齢の男性の感染率は3分の1程度の3.6%である。なお、HIV 感染者数が多いのは、移動の多い職に就く人々、売春を行う人々、主要な輸送路の近くに住む人々である。また、HIV。 エイズの蔓延による免疫不全患者の増大により、結核、マラリア、季節的なコレラの流行状況に一層の悪化が見られている。1977年から1992年まで続いたモザンビーク内戦時代には国内外の人間の移動が制限されていたため、モザンビーク国内の HIV 感染率は周辺の国と比較して低い値を維持していた。 しかし、内戦が終結して難民が帰還したり、経済活動や商業活動の活性化によって、人々の移動が盛んになると、HIV 感染率は、近隣諸国と同様の高水準にまで上昇した。なお、2007年の HIV 感染者数は、約150万人に達したことが報告されている。モザンビークは、HIV、 エイズ予防のための計画を拡大しており、より多くの国民が HIV の感染防止、治療、ケアなどの社会サービスを受けられるよう努力している。この社会的計画は、モザンビークにおける、個人個人の能力を、より社会的に活用できるようにする点で重要であり、事業に対応する診療所や教育機関の運営や、社会サービス提供の拡大が急務となっている。 しかしながら、国連による2008年度の人間開発報告書によれば、モザンビークの人間開発指数は、全177カ国中172で、国民の36.2%は1日あたりの収入が1ドル以下であり、後発開発途上国の一つとして、経済的に困難な状況にある。さらに、2006年度の人間開発報告書によると、 国民10万人あたりに医師は約3人しかおらず、またその他の医療技術者の不足も著しい。医療制度以外の問題点としては HIV、AIDS に多面的に対応するためには社会共同体を基盤とした率先的行動や奉仕活動が不可欠であるが、モザンビークは成人の識字率が46.5%と極めて低いことと、 HIV 感染者に対する偏見や差別が激しいことが状況改善の足かせとなっている。ありがとうございます。